試合結果をお知らせします。剣道第1試合場、警視庁畠中選手対千葉県警察岡水選手の試合は、警視庁畠中選手の勝ちとなり、4回戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第1試合場、73キログラム級航空警察細木選手対宮城県警察大肌選手の試合は、航空警察細木選手の勝ちとなり、準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。剣道第4試合場、宮城県警察、岸野選手対岡山県警察、横道選手の試合は、宮城県警察、岸野選手の勝ちとなり、準々決勝進出が決まりました。
ここがだいぶ遅れてるんだ。はい、いいっす、いっちゃいます。たぶん15時ちょっと前でいい。始まんない。試合結果をお知らせします。柔道第4試合場81キロクラブ級工芸警察山下選手対大阪府警察中田選手の試合は大阪府警察中田選手の勝ちとなり準決勝戦進出が決まりました。